こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨に関わって2014年からなんでもう8年になるわけですけども、私がインターネットをねビジネスにしながら暮らしてきたのが2013年なんで、まあほぼねインターネットビジネスアフィリエイトなどを始めた時と暗号通貨に関心を持った時とか重なるんですよね。まあ、そもそもインターネットで情報を取り始めた時に通貨革命が来るなんてことをまあポロッと聞いてですね、まあいろんな情報を取っていくと、何でもブロックチェーンという技術が開発されたみたいなことで、これはすごい未来が来るんではないかなと思ったわけなんですが、まあ未だにすごい未来は来ないんですけどもね、どちらかというとどんどん経済縮小していって、グローバル経済からブロック経済になんか細切れになっていくような感覚があるんですよ。まあだからこそなんですよ。だからこそこのブロックチェーンっていうのがこれから密に使われていくんじゃないかなと思いまして見てるわけなんですよね。まあそれでですね、今日はこのコインゲッコっていうね、私がよく見ているランキングサイトから紹介したいんですけども、以前このお話をしたのが1ヶ月前だったんですけども、1ヶ月前から比べるとやっぱりね、全通貨が今全面的に上がってますよね。まあですんで、先月までに私が放送でたびたび言ってたように仕込む時だよって言ったのがまさにここで花開いたわけですよね。今決済しても相当な利益が取れると思いますけども、例えばまあビットコインってのはね安定したままですけども、それでも40万から50万ほど値上がりしてると思うんですよ。そしてイーサリアムにつきましてはまあ5万から6万値上がりしてますよね。リップルなんですけども、当時は42円だったんでもう10円も上がってるわけなんですよね。まあ、42円43円では買いのポイントの最終的な防衛ラインになると思いますので、まあ、50円を超えちゃうとね、もう仕込みはずれちゃったのかなと思います。それから体のエダは80円前後だったものが一旦70円60円台に入って、68円から今70円を超えてくるような段階で、ここからね、また動きが楽しみになってくるなっていうところでございます。まあ、様々ね暗号通貨の動きがこうやって終えるわけなんですけども、やっぱ今回ね、お話したいのが、みんなが見向きもしないようなね、暗号通貨のニュースがなくなった時こそ仕込み時で、まあいいことがあったらね、ニュースっていうのどんどん出てくるんですよ。その時には、自分以外の人が後追いで買ってくれるので、自分の利益になってくれるわけなんですよね。まあですね、私の暗号通貨の買い方の一つとしては、まあいろんなメールマガジンとか、それからポータルサイトを見てるんですけども、更新頻度が下がってきたら買って、更新頻度が上がってきたら、まあね、売る判断をするっていうところじゃないですかね。まあそうすると、まあ税金の関係もあるんでね、はっきりは言えませんけども、大きく利益を確保することができますんで、まあそういった形でやっていけばいいんじゃないかなと思います。また面白い買い方としては、まあ含み益、含み買いっていうのがありまして、それはですね、実際に暗号通貨を取引するんではなくて、その胴元たる、その取引所みたいなところが、バーチャルでね、やり取りをしてくれるんですよ。で、買った時と売った時の、その長期の間で利益確定を初めて一回してくれるので、まあ細かく、利益確定するよりも課税が柔らかくなるよってことなんですけどもね。私はどっちかというとそういうのを利用して、まあ税金との戦いですから。ですんで利益を大きく取って、課税をなるべく少なくする。まあそれでもね、税金の額っていうのは暗号通貨全体で見ると結構高いんですよね。まあそこはもうしょうがないなと。税制改正を気長に待つしかないかなと思いますよね。まあですんで私は基本的には、でっかい決済っていうのは随分先になるんじゃないかなと思います。まあそういった流れがありますんで、しばらくは底値っていうのは決まってくるっていうのが今日の動画の結論なんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。ありがとうございました。